このジェスチャー、腕を振れと、フルカウントから変化球打ち上げて際どいところに飛んでいる、向こう向きショートよく取りました。スリーアウト。1回の表ヤクルトは結果的に1点で終了。向こう向きでクルーズよく飛びました。涌井は1回20球を投げて3安打1失点となっています。いやー、今のも西村さんヒヤヒヤするところに飛んでいきました、まあ、そうですね、はい、落ちるかと思ったんでしょう。でもあの風でちょっとこの戻された分ですね、こうやってねショートがあの取ることができたと思うんですけどね、はい、これはもう、まあ、先ほどねちょっとまずいトスもあっただけに、なんとかという思いがあったでしょうか。クルーズが最後を抑えています。